はい、どうも、インサコチャ、エルツです。はい、ということで、今回なんですけども、まあ、今回ちょっといつもと違う感じの動画になっています。ということで、今回は、前回ね、メルベイユルでだいぶ前にやったことがあるんですけども、アドバンテージ検証でございます。はい、第2弾ですね。今回のテーマは、シアンです。はい。まあ、シアン強いじゃないですか。で、結構シアン苦手だよって人もね、結構いると思うんですけども、実際、まあ、強いとはいえ、具体的な数字でね、どんぐらいのアドバンテージを取ってるのかっていうのを調べた人ってそこまで多くないと思うし、僕も正直現段階でどんぐらいのアドバンテージをね、このシアン1体で取ってるのかっていうのはわからないんですよね。なんで、YouTuber である私ちょこれをね、調べてみようかなということでございます。はい。で、今回後付け実況です。今これ喋ってるのはこれ試合見ながら喋ってるんでね、はい、後付けの実況といったところでして、で、まあ、今回6試合、選んできました。はい。まあ、10試合、15試合ぐらいしたのかな。まあ、その中から6試合選んできました。で、その6試合っていうのが、シアンのポテンシャルをちゃんと活かせた試合っていうのを、6試合選んできました。ここ注意ですね。なんで、まあ、今回知りたいのが、あくまでもその、シアンがどんぐらいのダメージを取れるのかっていうところなんで、シアンってまあ、フィリ対面はわかるじゃないですか。まあ、火炎とかね。あとまあ、貫通、まあ、速攻流とかね。は、まあ、フィリってもうわかってるんですよね。その分かってる試合をわざわざ乗っけて貫通されてるところをさ、動画にして、ねえ、アドバンテージ2000しか取れませんでしたとか言っても、しょうがないんですよ。どうしようもないんで、そんなの乗せても。なんで、今回はシアンがどんぐらいのポテンシャルをね、持ってるのかっていうのを知りたいんで、その、シアンが活躍した試合っていうのを選んできてます。あえて。はい。っていうところは注意してください。というわけで、初戦はビブ10ですね。すでに3500アドバンテージ取っていますが、ここでコンボスキル、つなげて、1200入っていくと。で、これ恐ろしいのが、ここまでに入ってる特殊ダメージ、これ、金魔紋込みで、これですからね。うん。そこが恐ろしいポイントではある。で、まあ、今回ね、僕これ動画編集し終わった後に、今こうやって喋ってるわけなんで、実際もう、アドバンテージっていうのはもう分かっちゃってるんですけど、やばいっす。予想の上を行きましたね。めちゃくちゃやばかった。これ本当にやばかった。まあ残り5試合あるんで、その中でちょっとね、いくつかやばい試合が出てくるんで、ちょっとそれをね、楽しみにしてほしいなって感じなんですけども。さあ、ここですね。ちょっとここね、編集、っていうか計算ミスりました。ここ、相手 C6 に、なんか、ミホツ姫かなを置いてくるんだけど、これ通常しかカウントしてなくて、この金魔紋の600をね、忘れちゃったんですよね。なんで、カウンターダメージ、これにプラス360かなが足される感じです。はい。なんで今、アドバンテージとしては6375とかですかね。はい。で、ここでさらにコンボつなげてダメージ入れていく。これ、金馬込みだからね。改めて言うけど、金馬4ターンしっかり入って、特殊もすでに4000超え稼いでるんですよ。で、これしかも、このアドバンテージの合計ダメージっていうのは、そのシアンの通常抜いてこれなんで、やばいよね、これ、本当に。いや、もう、この時点でやばいもん。で、最終ターンね。炎魂の魔晶石か。召喚駒に繋いでという感じです。これもね、別にバイス繋いでもいいんじゃないかっていうのもあると思うんですけど、今回は、あくまでもそのシアンが出せる最大ポテンシャルっていうのを見たいんで、まあ、こういう感じであえて、その召喚駒に繋ぐっていうのもありますね。最終ターンにはね。うん。さあ、2試合目はシアンミラーと。で、後手番ですね。さあ、さっき先行でしたが、次後手番。まあ、これがどう影響してくるのかっていうところも、まあ、見どころではありますかね。はい。さあ、さあ、さあ、さあ。これさ、あれだね。相手のシアンのアドバンテージも計算してみたいね。やばそう。めちゃくちゃ強そう。はい。っていう感じなんですけど。で、今回その、シアンのポテンシャル活かせるデッキ、対面を選んだ結果、結構ね、シアンミラーが多くなっちゃってる。そこはちょっとね、申し訳ない。さあ、相手 C 打つシアンと。これ結構アドバンテージすごいんだろうな。計算してみたら。で、こっちも、まあ、このタイミングでシアン置いていきます。はい。なんで、次の相手ターンから、アドバンテージが入っていく感じですかね。はい。さあ、こっからどこまでダメージ伸びていくか注目ポイントでございます。さあ、相手は何を置いてくるのか。さあ、召喚駒のコンボつなぎつつ受け持ちと。で、通常と特殊返して、
まず600ちょいのアドバンテージですね。まあまあまだ序盤なんでね、まだまだですよ。さあここ2枚返しして、でコンボの特殊でダメージを与えていくと、600かな、はい600ですね。で召喚位置良かったですね今回は。はい、まあ、この2分の1がねまた外れたりするとまたアドバンテージは大きく変わってくると思うんですが、まあ、今回は B さんに召喚されたんでね、はいっていうところですが、さあ、で執念倍数これ結構ダメージ返りますよと。執念倍数特殊に加えて召喚の特殊も返っていく。さあここでアドバンテージがぐっと伸びました。これなんですよね、このなんだろうな、相手がその通常特殊で少しでも火力高めのやつをぶっ破してくると一気にアドバンテージ伸びるんですよね。まあそれはそうなんですけど、それがねやばい、うん、そこの上振り要素が本当に強いですね、シアン。まあここはマナゴマしばらく返されちゃうターンが続きそうですかね。まあこれはしょうがないですね、はい、返さないと。さあこれによって通常特殊とまた返っていく。さあアドバンテージが4000超えてきた5000がもう近いですよ。でさらにここコンボスキルね繋いでいくぞ。ここで1200稼いで、さあ5100 アドバンテージの伸び方がえぐい本当に。やっぱね、2回そのアドの稼ぎ方っていうのが2つあるんでね、罠で返すっていうのとコンボの特殊っていう2パターンあるんで、これもちょっとずるいですよね。これもマジでずるいポイントではある。はい、さあこれでここはどうしたっけ、イシュケルダブコンしたかな、角を置いて。はい、でまたコンボスキルがつながるんで、特殊ダメージが発生していきますと、1000ダメージですね。さあアドバンテージがあっという間に、7000近くになってまいりましたとこれいいのか、これは本当に。アポロンあれ通常込みで8000だからね。そうアポロン特殊だけで言ったら、スキル部分だけで言ったら7000なんで、もうアポロンクラスだけどねこれアドバンテージ。しかも一番強い先行仕打ちとかでもないしね、これ。さあこれでまたダメージ返して、8000 待て待て待てと。これ本当に、うん、まあもちろんね明確なフリータイムありますよ。貫通の入って速攻流とかバハムートとかにも弱いし、コンバートにもそうですし、あと火炎とかがね特に明確なフリータイムではあるんですけど、それ以外ですよね。神探とか天結、ヒプノス、今の環境にすごくいるデッキ、まあ今当たってるシアンもそうですよ、にこのアドバンテージが取れるって結構やばいこと言ってる気がするんですよね。これスキルだけだからね、これやばいな。でまあバイスフィニッシュといったところですね。これもコンボ封印なかったらマゴマ何枚ある ?5 枚か、なので1000ダメージさらに増えてるんで、まあ通常込みで1万は超えてますね。はい、3試合目、ヒプノス。ヒプノスはもうねリーダーがもろに特殊ですからねこれはもうっていう感じですが、さあ後手番ですね。さあ相手の初手はというとやつがね出てくるんですよ。これ悩んでますけど、初手にフェイルノートとこれはまあきついよね、雷撃だしね、まあ、これはしょうがないかな。でまあアルカード普通に打ちましてといったところですね。で次でシアンを変置きしていきたいところなので、まあ風車に来てね召喚2つ増やしつつかと思いきや X 打ちしてくると。まあシアンね X 打ちに弱いっていうのはデータで出てたんで、果たしてそれどうなのかっていうのもここで見ていきたいポイントですね。はい、でこれまだ、フェイルノートコンボ発動しないんで、まあこっち置いても大丈夫と。
なんで、まあ、次のターンからですかね。シアン変を起して、そこから、まあ、シアンの、スキルでね、アドバンテージを稼いでいくって感じになるんですが、さあ、相手も意識を置いてきましたね。で、ここで変を起します。で、まあ、D6 に置いたかな確か。はい。さあ、D6 シアン、こっからですよ。さあ、3ターン目にして、やっと変を起できたといった状況ですね。ただまあ結構遅い方でありますよね。まあこれがまあ X 打ちが強いって言われる理由の一つでありますよね。うん。変置きを遅らせることで当然、その、なんだ、与えられるダメージっていうのは下がっちゃうんでね。うん。まあただヒプノスに関してはもう5ターン特殊ダメージなので、まあこれはね返していきますよと。さあ1410。早速、かなりのダメージが返っていきましたね。で、ここもね、2分の1が結構いい感じで働いてくれましたと。まあ、2分の1引いてても、あれか、下の方に召喚しててもさすがに右下 X に置かないからね。うん。さあ、ラサス、これ、注目です。ここのアドバンテージの増え方。通常返して、で、特殊も、返して、これです。開始ってか、シアン置いてまだ2ターンです。2ターンで、このアドバンテージの取り方。さらに、ここでコンボスキルの1200が入る。で、5000近いアドバンテージになりますと。恐ろしいね、本当に。いや、マジでもう、このシアンの罠駒が返せないターンに関しては、もうちょっとでも、ラサスぐらいの特殊与えちゃうと一気にアドバンテージが伸びるんで、マジで恐ろしいですねこれ。さあ、ここはバイス置いて、でここね2分の1、まあ、しっかり引いていくと。あ、まあこれはね、まあ、でもこれ正直2分の1、これもまた2分の1外しててもって感じはするけどね。どの道3枚返しで飛ばせてそうな感じがするんですけどね。はい。さあ、これで、通常も返して、で、特殊も返して、こうなりますと。うん。これはもう、なんとも言えない。なんとも言えないですね、これは。で、まあ、3枚返し倍数でフィニッシュと。いった感じですね。で、これ、どうだろう。2分の1引いてたら飛んでないとかあったかな今。まあ、わかんないですけど、次行ってみましょう。たださっきの試合、6000台で、その、収まっているんで、収まってる収まってるって言い方おかしいけど、6000台にはなってるんで、一応ね、その、X 打ちすることでダメージを抑えられるっていうのは、まあ、一応証明はできてるのかな。うん。強かったけどね。それでも6000あと取るんかいっていう話なんだけどね。はい。まあ、対面が対面っていうのもあったね。うん。さあ、ここ、仕打ち試案しようとしましたが、止められていくと。まあまあ、これはしょうがないですね。まあ、でも次のターンから置けるんでね、試案。で、ちなみに、この試合、注目です。これですよ。これね、本当にやばかった。マジで、後半の方を、計算ミスかなと思って何回か見直した。そんぐらいやばかった、これ。まあまあちょっと見ててほしいですね。さあ、ここで相手どうするかというと、 X にリッチを置くと。さあ、こっからですよ。さあ、まず670、ここからどこまで伸びていくか。で、ここはもう迷わずリリティを置きましたね。はい。まあ返してくれたら美味しいし、返さなくてもまあ、リッチコンボがね、シアンの、召喚後までどの道帰るんで。で、その後ダブコンも繋げるんでね。ただ、相手これ返してくれたんで、だいぶダメージが返りますと。ただ、もちろんね、カウントする分は、シアンの召喚後までの分だけなんで。さあ、それだけで、どんだけのアドバンテージかというと、さあ、ここで3000超えた。さあ、まだ、
試案を置いて2ターンですが、もう3000超えましたと。さらに召喚駒のコンボスキル、ここで繋いでいきますと。さあ結構エグそうな、ね、感じがもうしてますがさあこの罠駒も返しづらい。さあ相手どうする、イブサニアと。さあここでまたねアドバンテージがぐっと伸びていきまして5000超えてきたもうウィブサイヤーなんてもうね、シアン目の前にしたらもうこれはこれはもうって感じですよ。だからもうウィブサイヤー強気にね当てに行きまして、さあコンボスキルもね繋いでダメージ稼いでいきますと。さあ6700、さあこれ繋いでしまうともう相手瀕死状態になるんで、さすがに繋ぐわけにはいかないと。やだよねこれこれ見てても、やられたら絶対やだわこれ。さあ相手トゥールラ置きますが、ウィブトゥールラで3100特殊が発生する。さらにトゥールラアタックが高いんで、ここで9500 笑うしかないだろこんなの、やばいってマジで。いやおかしいからこれ本当に。でここビーナスでこのトゥールラコンボがね危ないんで、そこを塞いでいきますと。いやこれっすよこれなんですよ。で相手もここをもうどうしようもないっていうことでテュールラにつないで、まあ、ダメージを出すと。でこの開始ダメージによりアドバンテージが1万超えてくる何これ何これ。でさらにこっから召喚駒のダメージ入るんで、合計のアドバンテージがなんと13000、約13000です。はいっていう、まああれがね今回のその6試合の中で一番アドバンテージが取れた試合ですね。まああれは上振り要素が結構あったんでね、イブサニアとかもあったし、あとまあリッチコンボとかもあったんで、まあ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 そんだけね上振り要素があったんで、にしてもだけどねにしても約13000スキル単体はおかしいけどね。にしてもさあまたシアンミラーですね。で相手が先行でこっちが後攻といった感じです。でここでこっちもね、シアン置いていきますと。さあでは、まあ、ここまたさっきと同じパターンですかね。相手召喚駒のコンボつなぐことになるんで、この分のダメージも返っていきますと。ここで通常特殊返して、ここで1200だもんね。1ターンだからね、やばいよね1ターンだからねこれ、ターンで1200ってマフェリカっていうね話ですよ。うん。でここちょっとリジーナ返しづらかったんで X にやるカード打ちましたね。はい、まあ、ただこっち置いちゃうと結構こっちの罠が消されやすいので、あまりシアンミラーだと打ちたくはないかな比較的。うん。でここもねそうなんですよね、上に召喚出ちゃうとこれまた消されつつ相手ダブコンっていうのがあるんで、だからここはねあんまり打ちたくはないんですよねX ってあんまり。ただ相手がここね角を置いてくれたんで、まあアドバンテージが伸びる、結果的にまあそうなりましたね。はい、2500と。でこれまあ左下 X に罠打ったかな。そうですね。はい、さあここ召喚後も消そうとすると、まあシアンのコンボがつながるといった感じですが、まあそれもそれで嫌なんだよね、シアンに当てられるの嫌なんだけどね普通に。また来て普通にリーチ打ってきましたよと。さあこの2500がかなり大きい、
4000超え、約5000近くになっています。さあこっからどこまで伸びるかといったところですが、これもうね召喚ゴムのコンボの火力だったりってかバイスが次残りそうなんで、まあ次のターンねバイスで飛ばしきれそうってことで当てに行きました。はい、で今召喚のコンボスキル繋いだんで1000のアドバンテージが加算されますよと。で相手ここでテュールの配置で罠で帰る。さあここでさらに火力を蓄積していきまして7500で最終ターンですね。ここはまあバイセにバイセ繋いでフィニッシュといった感じです。はい、まあだいぶこれ召喚したぶれた方ではあるんですけど、それでも7500、まあただ相手がねあの角にティターニア打ったところ C1 でダベコンしたらまたね結果変わったと思うんですけど、さあまた最後もシアンミラーと。本当にねすいませんね、シアンミラーが多くなっちゃって。で今度はこっちが先行仕打ちする番ですね。ついに来ましたよ、先行仕打ちシアン、これですよこれ。さあ果たしてどこまでのアドバンテージを取ることができるか。あここでね仕打ちにシアンを置いていきますと。まあ、実際にもうデータで出てますからね、先行仕打ちシアンが一番勝率高いっていうのはもう出てるんでね。はい、さあまずシアンの通常返して878と。さあこっからですね、召喚後のコンボつないで600ダメージを稼いでいくと。だからなんかあれなんだろう、まあ、ちょっと違うけど火炎っぽいよね。その自分のターンにも相手のターンにもアドバンテージが生まれるっていう部分で言うとちょっと近いよね。まあ、火炎は確実に入るんだけどね。うん、こっちは罠ごまきされちゃうとその相手のターンに入るダメージっていうのはないんだけど、ちょっと似たところあるよね。さあここ意識を置きます。でこっからねちょっと2ターンぐらい罠ごま返されちゃうターンがね、続くんですが、ただこれ次相手どこだ B4 か B4 に置くとダブコンになるので、で相手の罠返しつつダブコンなんでね、来ました。さあここでここでダブコンです。で800の2体分なんで1600のダメージがここで取れますよといった感じです。そしてアドバンテージ総合としては4000を超えてきました。さあ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 相手どこに置いてくるかというと、まあここねまあ、大体 E4 に置くと思うんですけど、 E4 に置いちゃうと召喚駒ダブルプラスビナコンボ飛んでくるんで、さすがにそれは嫌だということで、ビナと意識だったかなをまとめて消してきたと。ただこうすると罠のダメージ返りまして、さらにここで召喚駒のコンボスキルつなげることができるんで、そこでアドバンテージさらに稼いでいけると。ダメージが1200ですね。さあアドバンテージ7000超えました。そしてこの罠ゴマも消しづらい、消しづらいっていうかこれ消せないね、消せないですね。さらにこれリリアスか召喚ゴマのコンボスキルを、まあ、繋がざるを得ない状況になってますね相手。さあここでバフォメットダブコン、さあ思いっきり火力を出してきますが、まあさすがに飛ばせないと。そうなってくるとダメージが全て返っていく。1万超えアドバンテージ。これですよ。これ。やっちゃいけないです、これ。マジで。これ7ターンだからね。で、最後のおまけに2000ダメージと。いった感じです。はい。はい、というわけで、今回の検証結果こんな感じになりましたということで。いや、これ神ターン対面も取りたかったなー。ちょっとね、神ターンなかなか当たんなくて、なんかわかんないですけど。なんでちょっと神ターンの試合なかったんですけども、神ターンも出すダメージがもう通常特殊しかないんで、相当えぐいことになりそうな感じはするんですけど、まあとりあえず今回こんな感じでしたよと。やばいね。特に4試合目と最後6試合目
これがやばかった。1万超えてきたからね、スキルだけで。これスキルだけですよ。この通常込みで1万とかだったら、まあ、100歩譲ってはわからなくもない。けど、通常抜いてこれなんで、やばいね。で、これちょっとごめん、忘れちゃったんだけど、1試合目だね。1試合目これ、罠ダメージプラス360ですね。はい。っていう感じです。はい。やばいですね。ただ1個分かったのは、X 値がやっぱ弱いね。うん、3試合目。3試合目だけ結構グッとアドバンテージ下がってると思うんですけど、これ X 打ちされた試合なんですけどね、この中で唯一。なんでやっぱシアンに対する X 打ちってのはやっぱ有効なのは分かりましたね。はい。まあ、ただ X 打ちもね、結構手駒によるっちゃよる気もするけどね。なんかコンボ弱い駒が手駒にいる状況でね、X で攻めてもしょうがないっていうのはあるんで、まあ、そこら辺は、まあまあまあ、その時によるって感じなんですけど、まあでもどうなんだろうな、これ。スキルバッジ、つけるほどかっていうと、やっぱ安定しないデッキではあるんでね。これでも本当にダメージだけ見た場合、マジで速攻バッジ対象になるぐらいの、性能はしてるんですよ。これ何回も言うけど、これ通常抜きでこれなんですよね。そう。アポロンとか通常込みで8000だから、リーダー火力最大でね。そう。で、それ考えたらこいつマジで、いかれてるんですよ。で、上ベルに関しては1万超えてくるんで、これは、予想の上いったな。なんか正直使ってる段階でこうやってね、数字出すまでもなく、上ベル下ベルがあるなっていうのは、もう分かってると思うんですよ。なんだけど、上ベルでここまで行くと思わなかった。うん。1万2000って。マジでおかしいでしょ、これ。で、最後の、これに関しては、最後のね、ダブコンで2000あったけど、あれ抜きにしても1万超えてるからね、アドバンテージ。これ、マジでやばいね。そりゃ、当たりたくないわ。そりゃ、嫌われるわ。このデッキ。僕も嫌だもん、これ。はい。まあ、でも、スキルバッジに関して言うと、まあ、この上振れ覗いてね、一回上振れは見なかったことにしといて、まあ、平均8000。7000、8000ぐらいのアドバンテージ取れるというコマであるのは、やっぱさっきも言ったように安定性に欠けてるからっていうのは、まああるかもしれない。その火炎とかはもうボコボコにされるし、で、あと、まあ貫通1枚でその取れるアドバンテージっていうのがぐっと下がっちゃうんで、まあ、そこら辺含めて、まあ7000、8000有利タイムに関しては取れるよっていうのは、まあ確かに理にかなってるかなとは思う。ただ、上振れで1万は許さん。これはダメ。上振れ1万はやっちゃいけないでしょ、これ。なんでスキルバッジつけるとしたら、この上振れ要素を抑えるためにつけるっていう可能性はありそうだね。1万超えはダメよ。本当に。これ通常抜きだからね。こんなんさ、3試合目のこれに通常足してみんよ。1万4000超えるわ。一体でアドバンテージ。やばすぎるでしょ。で、まあ、200環境は一回この辺にしといて、なんでカップ戦こいついたの？先月。まあ、今月はまだルールがね、判明しないんで、コスト上がってるかもしんないけど、なんでこれ許されてんの？これ、許しちゃダメでしょ。よくこれを先月までカップ戦で許してたね。本当に。これは、だって、上振れで1万だぜ。そんなんカップ戦関係に放り込んだら終わるって。うん。で、まあ、HP 下がるんで、受けれるダメージの最大値ってのは下がるんで、その回収ダメージっていうのは、ここまで上振れはしないかもしれない。9000まではいかないかもしれないけど、これ固定特殊。この部分ですよ。召喚のコンボスキル。で、上振れしたら5000いくんで、それに上乗せで罠ダメージでしょ？多分8000、9000いくんじゃない？カップ戦でも上振れしたら。ダメよ。そりゃダメよ。うん。そりゃ、カップ戦から出禁にしろって言われるわ。うん。これは納得。はい。っていう感じでした。はい、今回調査してみて思ったのは、こいつやべえということでございました。はい、ということで、今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。